あのなんとなく久しぶりにではないけど久しぶりかななんとなくショールームをやってみましたこんばんは最近肌荒れがすごくて見てくださいここニキビで生きてしまって吹き出物かも本当に肌荒れがひどいこんばんは何をしてますか皆さんは 今日はあったかいですね起きてる時間に配信してるのは久しぶりひなた卒業コースあーよかったよねめっちゃ良かったひなたのすごおぎちゃん髪そのおめっちゃ落ちたよほら見てめっちゃもうプリンでしょ美容院サボってた めっちゃ髪色落ちてすごい今明るくない髪色が今すごいあの色落ちで明るくなってしまった YouTube 見てたああ何の YouTube? ちょうどゆかちゃんのことを考えてゆかちゃんと何を考えていたのか具体的に教えてもらっていいですかすぎコンサートに入っていくところを見ました入っていくところを見ましたおピメが人妻に。 寂しいような嬉しいような嬉しいっていうか喜ばしいすごくびっくり嬉しいおめでとうチャンリカカラーって週一くん週1なわけなかろうに1か月に1回行くかなあコンサートなしでコンサートマイクルなしでもああ そうなの、あのー、あのー、あのみんなねノエだと思ったって言われた確かにゆかでしたー <laughs> 完成がゆかちゃんってゆかって分かってたすごいね「ゆかちゃんだ!」ってさ分かった人すごい。 ほらのえちゃんかと思ってた山田かと思ってたねおぎちゃんまつげがきれいにカールしてるそうあ本当そうもう落ちてる「ゆかちゃん」って言われたら確かにゆかちゃんの声ではあ <laughs> こんばんは,あこんばんは俺には分かってた分かってなかっただろう絶対 来月の日向さんのイベント楽しみにしてるとちもとのスイーフェあそうだ twitter とあ x とインスタでも告知しないと5月18日と19日にあるのでフェスがそのねあの mc をさせていただきます私は18日に mc で多分日向は19日だねの mc ぜひ5月18日19日私は18日にいるんですけどぜひ遊びに来てくださーいえー、っと4期生に山田の生き写しの子がいるえどうなった何ちゃんそうなの何に似た子がいるのまちゃんまちゃんが の絵みたいってことイヤホンないですよケースなのでちょっと別の使ってます今こんにちはこんにちはああ予定があるのか残念それはうん由香ちゃんはあゆじろ郎気に入ってるのあじゃああのねあゆじろ郎はあのー 綾次郎を覚えた <laughs> インパクトがありすぎて綾次郎覚えました四期生なんで舞台に上がらなかったんですかえ、なんでですか逆に <laughs> チーム G の子がサー上がやってたねめっちゃ良かった本当にエモってなった 4期生と話話したのいや話せななかったなぁコマちゃんがゆかちゃんはすごい腰の低い方だったって言ってたよえー、本当になんか話せなかったけどなぁ全然お,はあのお話できなかったですねなんかねもう本当に多分ほらアフタートークとかもあったからほんと時間がなかったんですけどあのちょっとちょっとこう軽くご挨拶とっていうかまああ はじめましてはじめましてあ頑張ってくださいみたいな感じみたいな感じでしか言えなかった <laughs> ゆかちゃんキラキラしてえ私キラキラして目立ってた嘘だよ <laughs> ひがうんひがで行きましたそうガタピーともあんま話せなかったのだから時間がなくて。 めっちゃ小声めっちゃ小声だったあ頑張ってくださいあ頑張ってくださいもうあのこれくらいですそれくらいですねもうね全然話せなかったです多分初めましてだよね四期生の方々はでももう四期生の子からしたら私なんてもう二年前に卒業してるおばさんに過ぎない私 <laughs> ああそうだよね私はもう卒業して二年経つからさなんかうんえ一期生がこうそう一期生が濃いんだよ n c 二期,期生も濃いけどね 2期生の子みんなおもろいよねほんとにゆかが,がおば <laughs> だってさ14歳の子とかいるわけでしょもう1010 10個差とかあるよねそうだよ 10歳差とかだよだってさそうなんだよ本当に10歳差か確かに2期生はねもうそっか今そうだよね私ね34期生の子が全然そのまだ詳しくなくてなんかなんだろうなんか新鮮だったすごくそうだね私年齢いじりしていた側だったね なんかさ新鮮だったすごくええっと一回りするのかな誰か気になった子はいましたかあゆ次郎 <laughs> あとスイズなつきちゃんが可愛かった 私三期生のこともね、あ喋ったことないんですよね、ほぼ。三期生の子はほぼ。てか3、三、四期生。いや、もうほとんどないんですね、もう。め面識がね、ないですね。なんかね、喋、ね、りかけれなくて、自分から。うん、あゆじろうとすい、すいちゃん。が。ですね。 いやー話しかけてあげればよかった話しかけれないんだよどういやなんかさ気遣わせるのも申し訳ないし <laughs> なんか気遣わせちゃうのちょっとなんか疲れてんのにさ気遣わせちゃうのなんか申し訳ないなみたいなのとあとなんかさなんかねそう人見知りなのよ私人見知りなんです本当に。 話したいですよでもなんかさねえ、あ、ゆはちゃんは知ってるよなん,なんでし、なんだっけなんかあ誰か私を買ってくださいあー私もそれし言ったよせーの誰か私を買ってください ゆかは言ったやちゃんと言った <laughs> 話しかけてほしいよきっとそうかなちょっとちょっといつか頑張ってみようじゃあ名古屋の総選挙のコンサートだよね私やったよねまっ涙売りの少女まるで街ちりの少女」ま トゥゥゥゥゥユハちゃんオーサムの一般で参加あそうなのわおユハちゃんはオーラがあって話しかけられないって言ってたってことは話しかけづらい雰囲気出てたってこと私「やだ人見知りなだけです」って言っておいてくださいやっぱ私って話しかけにくいんかな 人見知りなだけです本当に話したいのけど私から話しかけますやつ感出てる出てないよ出てない出てない絶対こんな感じだって 話しやすいよねでももうちょっとにこやかにいくかこれから次なんかこうあの NGT のイベントあの見に行った時ずっとこんな感じでよこんな感じでいましょうじゃそうしよう私は人見知りですもう私は本当に人見知り そうだねヘラヘラしてればいいねあーお疲れ様ですお疲れ様です頑張ってねーみたいなまあでもそうだね私は人見知りを直したいですねどうやったら人見知りって直せるんかな「元気?」って我々に対してみたいにやっぱ気使われちゃうのは嫌なんでなんか申し訳ないんだよねうーん ね、ニキドラさんとあのね終わったらひのちゃんがね駆けつけてくれて「ゆうかんさーん!」って何か「どうしたの?」みたいな <laughs> もうひのちゃんがパーッてかけて「あゆうかんさーん!」みたいな <laughs> かわいかったひのちゃんってかわいい。 25歳で治すのはハードルが高いかと。いや、ハードル高いよね。ひのちゃんはそう、ずーっと言ってくれてるの、優しいよね、本当に。年を取るほど、えー、性格は変えづらくなる、そうだよね。 そうなのひのちゃんはね本当に加入前から今までねブレずにずっと私のこと好きって言ってくれてるもうありがとうねひのちゃん <laughs> 久々にショールーム開いたらギフトいっぱい増えてるなんかねすごいよねショールームが進化してきてるひのちゃん金髪、ねうん、似合ってたねうん似合ってた このピカ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 って何なのこのなんかこのカタカナのピカピカって何なのこれ <laughs> 何なのこのカタカナピカピカ <laughs> これなになんか夏好きゆずきママな何何これパフェだいいよいいよギフトそんな投げなくてお気持ちが嬉しいけど。 会いたいたね元気ゆずちゃんはありがとうまたお話し会待ってるねそんなびっくりしちゃった今 <laughs> ありがとう元気ゆずちゃんは「会いたいよ」って伝えといてありがとう 星投げがいつの間にか聞いてた。星じゃなくてさ、なんかキラキラのやつになったんだよね。初見です。はじめまして。そう、カタカナピカピカ。久しぶりにゆかちゃんの声を聞いて泣きそう。毎週聞けるよ、私の声。聞いてください。このさ、あの、ハートの2.5のやつ何ちょっと気まずいんだけど、この2.5。ハート3。フルの3じゃなくて、この2.5みたいな、ちょっと気まずいんだけど。<laughs> 今日1兆円で、お熱出てる。えー 大丈夫？ユズが投げたの？なにしてんのユズちゃん？ユズちゃんめっちゃ可愛い子なんですよユズちゃん。ユズちゃんがお腹のお腹にいる頃から私知ってるんですよ <laughs>。ピカピカは期間限定フラッシュフラッシュマンギフト。 えー、ゲームのライフゲームほんとちょっと気まずいんだよなこのどうせならなんかあのハート満タンの3つにしてほしいんだけどこれなんで2.5なのちょっと <laughs> ちょっと気まずいじゃんありがとうえっうんなんかいっぱいあるんだねギフト私も見たいけどちょっと今見えないよねこれあうん 見れないないあーラブユーだってありがとう確かに伸びしようがあるってことだねなんかあのなんかあの日向のコンサート上から見てたんですけどでなんか席は本当にもうあの真後ろとかにもねそのファンの方がいらっしゃる席であのこんなに間近でねファンの方の,その応援を見たのが初めてでいうかもう本当にもう。 ここにいいるみたいなで初めてあんな近くでなんならもう真横レベルで「あーあい」ってやってんの見て「おー迫力すごー」みたいななんか「あすげええー」みたいなもう応援の迫力すごーって感じでしたこんな近くで多分見たの初めてだったからほぼ同じ席ぐらいで だってからもうむしろここにもここにみんないるみたいな,こなんかステージも見たいけどこっちも気になるみたいなでこっち見ながら私微笑んでたもんが <laughs>、えー「ええー、えすごい!」って後ろ向見たら「ひなた俺もー!」ってなってるからもちろんステージ見たいけどこっち気になりすぎていうか。 2階の真ん中じゃないですよ2階のね2列目のね端の方だったんですけどびっくりしたす,すごいなーって思ってそりゃこの近くのこの迫力だったらステージまで届くわなこの応援って思いながら見てましたサッカーの応援とも違う すすごかったです本当にあの応援をね近くで見れたの嬉しかったですね本当にに荻ゆかちゃんだないよね荻ゆかちゃんだって後ろの人はゆかちゃんも気になってたかもねって思うじゃんしっかり押し目に集中してましたちゃんと <laughs> ステージから見るのと違うから新鮮で違う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  あとね、劇場公演を PA 宅から見る時がすごかったうんなんかいいなあと思いましたうん8時半かあ間違えた。 べべべべめっちゃ良かったな日向の卒子本当にずっとエモいかった。 エモーってずっと言ってた <laughs> オンリー・トデイのさヤバかった「ひなたなんであれやったん?」って言ってめっちゃおもろかった「<laughs> ゆかちゃん今磯崎奈々ちゃん配信してる褒めて」てどういうこと わかんないけど、えらい。<laughs> いかっこ悪い I. W. U.、え、分かっ。やばいよね。たしかに卒婚って、それぞれのさあ、れが出るよね、その個性っていうか、本当それぞれ。の感じが出てさ。楽しいよね。わかる。私、自分の卒婚。どうだったかな。なんかね。自分の卒婚。 自分の卒どうだったかなでもねあっでさ声出しができなかったからさそこが寂しかったの生きがいなだろうこの生きがい誰ああみささん生きがいってえー、あっせかわせんあそういうことねせかわせかおはセカオ世界の終わりだよねそれ違うわせかおだわ <laughs> いやそうだせかお あの X で流れてきたの「お兄ちゃんは瀬戸り考えるのはどうだった?お」おっスラ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 メンバーの選曲そうだよね卒コンっていいよねセットリストも自ら決めれるしえっユージン「世界の終わり」アーティスト「空は青く澄み渡り海を目指して」間違えた。 確かに「ハッシュタグ好きなんだ」の衣装 M ステ」の時のだったそうだったね懐かしいドレスかわいかったねほんとにいいミさらひさ寝たいいよいいよ投げなくてそんなありがとう ミスターラッキーさんまたお話し会来てねお待ちしてますあれ次ゆうかいつだっけお話し会怖いものなんてない僕らはもう一人じゃないえっとね次が18日 21時から24時までですぜひゆかちゃん配信しのエース次の話し会参加したいぜひぜひぜひひひなたマジで可愛いあんこって本当に赤ちゃんみたいで可愛いいのよほっぺが ほっぺがかわいいのよひ,のひなたひなた超久々にセンチメンタルトレインが聞けてよかったはあ確かに全部エモいそうひなたはほんとに赤ちゃん赤ちゃんひなたは赤ちゃんかわいいひなた ってなんだろうこうなんかこうしたくなるかわいさこうしたくなるかわいさなんだよねあそう古車に対してのかわいいとちょっと確か近いかも何か「ありがとうあいい、ね、ひなたあ可愛いねひなた!」みたいな感じ <laughs> かわいいでもしっかりしてるのよすごく。 こんばんは、こんばんは。そうひなたはねポメ、ワンコワンコワンちゃんワンちゃん。ひなたんちのワンちゃんのロンも可愛いのよ本当に。ああひなたって可愛いなんかもう赤ちゃん、赤ちゃん。どうやって参加できるの？あじゃあまたツイッターに投稿しますね。お待ちしてます 私にとってのユカだね待って私そんな感じなの <laughs> 妹にそんな風にしたいと思ったことないですいや私も女の子の兄弟欲しかったな私上と下男だからさ男兄弟だからさ私も女の子兄弟欲しかったなでもうちのお兄ちゃんと弟はきっとなんだろう <laughs> 私 私あのなんていうの本当にねなんだろう、うん、うちのお兄ちゃんと弟はすごい鍛えられてると思うんですだから大抵の女の子なんだろうをしっかり扱える気がしますちゃんと <laughs> 扱えるっていう言い方だけどちゃんと対応できる気がする私で慣れてるならと <laughs> こんな妹をね妹姉がね 弟とお兄ちゃんはきっともうあのそうそうねあのもうめちゃめちゃわがままな女の子とかが来てもちゃんと対応できるように多分もう鍛えられてるから自然と <laughs>。もうこ,のわこんなわがままでうるさい姉妹持ってるあ,あのやつらは。 すごく鍛えられてると思います。特にお姉、ね、お姉ちゃん、特にお兄ちゃんなんて、すごいもん。もう私から。なんだろう <laughs>。うちのお兄ちゃんなんて、理不尽に私に怒られるから。百パーセント家族といる時のモードのゆかちゃんって、どういう感じなんだろう。まあ、本当、こんな感じで変わんないですけど。お兄ちゃんはもう理不尽に私に怒られて。理不尽に、あの。 がまま言わ言れてあれだから多分彼女とかできても例えば彼女がちょっとねあのあのちょっとこう不機嫌になっちゃったりとかあのちょっと言葉あれだったけどメンヘらになってしまうとかまあそういう風になってしまった時はしっかりと対応が こうなんかできるんじゃないかなって思うぐらいだからたまに言いますもん「よかったねこんな妹がいて」っていうふうにいつも兄には言い聞かせてます「よかったよねね!」って言って「はいはい」みたいな感じ確かに机に穴開け でも許してくれるんで机のあんなどうなったんだろうわかんないな多分そのまま使ってるんじゃないかななんか前言ったんだよなんか「どう机」みたいな「なんか使える?」って言って「ああまあまあ使えるけどまあ使えるけど」って言うから「許したよね」って言って「いや別に許したわけじゃない」「許したよね」別に許した」とかじゃなくて「許せ! <laughs>」 はい。でも。うん。いや、弟が一番しっかりしてますね。もうよくがなんか言っても、もう本当に笑いながら、はい、はい。みたいな。うん、本当に私がもう、なんかしても、分かった、分かった、はい、分かった、分かった、分かった。うん、分かった。 なんかさ弟の大人でいい子だなっていうさエピソードがあってなんか私が多分パパかママパパかなパパとめっちゃ喧嘩多分したっぽくてでもう本当にもう嫌だみたいな感じになってそしたら弟が LINE 来て「なんかちゃんと話しなあん,ま俺あんまり俺から言うことないけど」みたいな LINE が来て。 ちゃんと話そうぜ俺も入るから」って LINE が来て「やだ」って言ったら「ちょっと喧嘩はよくないから今度いつ帰る?」「少し話しなよゆっくり」「それから電話しな」「もしくは俺がいる時に話そう」「中立に話すから」みたいな <laughs> 弟から LINE 来て「<laughs> おおありがとうね」<laughs> みたいな弟だからしっかりして優しい子なんだよねなんかゆかがもうすごい 怒っでてパてパパかママパパ,パ,パ,パパだったからパパも怒っててもう「何?」みたいな「うるさい本当に」みたいな感じだったの <laughs> それは去年の夏ぐらいかな「ありとありとりあえずちゃんと話しな喧嘩はよくないからもう俺がいる時に話そう中立に話すからいつかやんの次」って言われて弟はねなんか大人なんですよ なんか確か確みんな性格違うの、ね、よ3人とも兄は荻野家のなんか礼儀担当みたいなで私は荻野家の愛嬌担当みたいな弟は荻野家の平和担当みたいななんかそういう感じかもしれない <laughs> なかよく言えば愛嬌だねよく言えば確かにそう思うと一番子供なのは私かもしれない ママにいっつも言われる「ね声大きい!」愛嬌、愛嬌です <laughs> まあ人見知りなんですけどねお兄ちゃんはなんかもうあの 二ちゃんはなんだろうなうんおひのけの学歴担当 <laughs> あ頭の頭担当ですうんなんであんな勉強できるんだろうなだって休みの日とかさそうじゃなくてもさ必ず勉強ずっと 前お兄ちゃんがさ、その引っ越したじゃないですか引っ越したじゃないですかって知らないか <laughs> あのお兄ちゃんのお家にさあの机作りに行ったじゃないですかでなんか引っ越したばっかでなんか多分物がいっぱいあってなんかいっぱい部屋物色してて兄の。でなんかトイレトイレ周りとかも見ててなんか棚とか見たらトイレの棚見たらなんかそのトイレの棚の中に 教科書とかその勉強のもうよう分からん教,教材とかはこの人こトイレにまでこの勉強本を置くんかみたいな <laughs> びっくりして写真撮っちゃったあよう分からんよねなんかトイレにまでなんか勉強の教材 置くんだみたいななんかちょっと引いちゃったもんなんかすごいやるやんえ <laughs> そう見ましたでなんか英語でバーって書かれてるなんかもうほんとよくわかんない確かにまあトイレは落ち着くよね でも確かにトイレが落ち着くっていうのはなんかわかるかもしれないうんあートイレで新聞読む的なあーそうなのかななんかびっくりしたあまりにもなんでトイレに置くのって感じでしたけどなんかうらやましいあんなになんか勉強熱心だし勉強も。 ほんとにもううらやましいほんとうらやましい,本当に羨ましいこんなには兄弟で差がつくなんてさ弟もさ昔はほんとに勉強できなくてどうしようもないおバカだと思ってたらさなんか今すごいちゃんとしてるしさもうなんか兄と話してる内容が全くわかんないの私に。 なんか、知らぬ間に急成長してってさなんかん。なんかなな。か、みたいな <laughs> あんなに大バカだったんだけどね本当に本当とバカだったのもうどうしようもないおバカだったのそこまでではないけどまあ <laughs> なのにさだって学校の成績とかねほんと良くなかったの弟。 ななのになんかちゃんとさ今しようとしてさそんでなんかお兄ちゃんと話してる内容がなんかもうもうほんとけわからないお内容でなんか私だけ仲間外れなんだけど何その話って言ってもなんかわ私の言葉が聞こえてないかのように無視してて。 でも本当に賢くなっててなんか私とねその私と弟はその3のょ兄弟の中でも本当にこう勉強が苦手だったんですねすごくだから成績とかも本当にこう争うぐらいの勉強ができない感じだったの弟と私がだからそのなんだろう急にこう頑張って成長していってたからね なんかすごいなみたいな,なんか偉いらいなみたいな感じでもさ私も全くさその辺の会話が分かんなくてさ「難しいそんな難しい話しないでよ」みたいな弟はね私のことね「お姉ちゃん」って呼んでたでも今は呼んでないねなんか なななんんか呼んでくれなくれなった何もなんか「ねえねえ」とか「ねえねえ」とかが私は弟のことの名前で呼んでるけど弟は私を「ねえ」「お姉ちゃん」って最後呼んだらもう中学校とかかもしれないそれ以降なんか呼ばれたことないてか呼ばれたことないもう弟は私に用ないから多分呼ばないよ, <laughs> ないよ <laughs> お兄ちゃんはなんか荻ゆかさんですねずっと 意味わかんないよね。って感じかな。なん、なんでこの話になったんだっけ。教えた。 弟は私にねそうなの私に用がないから <laughs> 恥ずかしいのお姉ちゃんって呼ぶのって何でお話しか言ってファニーコンゲノー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 どなたでも参加できます荻ゆかさん配信何時までしてくれますか荻ゆかさんもう配信は終わりますママって呼べなくなるのと似てる感じゃ確かにママのことは ゆかはずっとママパパだけどさお兄ちゃんと弟って今なんて呼んでんだろうわかんないな呼んでないなママのことも呼んでない「ねえねえかもあのさ」とかなんて呼んでます両親のことは私はママとパパですけど親父おふくろえおふくろって呼ぶのおふくろってどういう意味なんだろうおふくろって呼ぶの お兄ちゃんとかは呼ばないよ。私は兄貴さんええー、兄貴さーんおやっさんあ、親父と母ちゃんああ父ちゃん母ちゃんうちはお母さんからおかんになったうーんお母さんとかお父さんって呼んだことないな,なんかうちのパパとママはもう「パパとママ」って感じなんか「お父さんお母さん」じゃなくて「パパママ」って感じ お母と親父、とととかか、ええー、可愛い,い、とととかか。父ちゃん、母ちゃんとか多いんかな。親父、やっぱ。親父と母ちゃんが多いのかな親。親父。親父。親父、親父。パパ、ママは小学生になる前にやりました。ゆかちゃん、親父って呼びそうなイメージ、本当。あ、ゆかでもピー、ぴ。 パパはパパかピーかもピーあピーが多いかもパパよりピーが多いなもん小さな頃にパパママと呼ぶことで覚えたらなかなかお父さんお母さんに切り替えるなんて大変そう確かにね父君母君珍しい <laughs> うん親父。 普通の時はお父さん欲しいものがある時はパパね子供じゃん <laughs> おゆちゃんが「親父とか言ったらパパちゃんびっくりしそうパパに「親父って今度言ってみようかな母上どの父上どの長っ <laughs> まあ 兄貴あ今度はお兄ちゃんのこと「兄貴」って言うんだよ。兄貴 <laughs> 確か呼び名っていろいろあるよね。おばあちゃんおじいちゃんじいちゃんばあちゃんじいじばばおじいおばあじいじばあばゆかよじいちゃんばあちゃんじいちゃんばあちゃんパパママですね。 じいちゃん。って呼んでます。じいちゃん。っていつも、おじいちゃんのこと呼んでた。<laughs> いつもおじいちゃん家行く時へ。玄関入った瞬間に廊下で。じいちゃん。って呼んだら。うるせえな、ゆうかすけ。<laughs> ラートなんなの <laughs> いつもね玄関開ける瞬間にそうやって言ってた久しぶりに見えるありがとう見てくれて <laughs> ゆかすけゆかじいちゃんゆか 言うかって読んでたえっと言う待って真似するうるせえなうっしょあうるさい言うか <laughs> うんはっはっだっはっはん骨筋だまって何だったのか分か うるさいとここ金玉みたいな友達ん,んかよくわかんないけど何か言 <laughs> か、G G、ってたよ。言うかああ。ー1の字のこと「G」って言ってた。G かすいたなちょっとまたね自炊を始めようってね思い出したきて思ってきてたので昨日スーパーでいっぱい材料買ったの <coughs> なのでちょっとご飯を作りますなのでここら辺で終わりにしたいと思いますうんご飯食べてないまだなのでそろそろ終わります皆さん突然なのにありがとうございましたちょっとじゃあ,あのランキングを読みます13位裕太 ゆうとくん、ゆうとくん、十二位、たがみ、ええー、十一。えっと、ライフパーソンちゃんってかな。ライフ、ライフパーソンさん。十位、おやあきさん。九位、しほちゃん。八位、てれてるもさん。七位、けいたくん。六位、てりぴーくん。もう、もう少しい。五位、とわおちゃん。四位、さかいさん。 三位、横浜のおじいさん。二位、なつき、ゆずきママちゃん。一位、ミスターラッキーさん。です。いろいろ懐かしいよね。ありがとうございました。楽しい時間でした。また、あ、ピーピーピーいるじゃん。パワ見に来てたの。潜ってた、ピーが。 ピーデキンピー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 はデキンですピーピーデキンあいた泣いてる <laughs> 泣いてる。 P P P。泣かないの。そうやってすぐに泣かないの。<laughs> あの P P P は私のお父さんのことです。あの本物の父親です。<laughs> 父です。なのであのパパですので大あの。 ピーピーピー。では。この辺で、終わりしたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。またねー。バーイ。